もっとすごいのはドアを開けての公開エッチな。それはどういう目的でドアを開けてんの？俺の名前はハルト。今日は友達のレンと遊ぶ約束をしていて。よーハルト。遅いよ。悪い悪い、ちょっと先輩と話し込んじゃってさ。怒った？いや別に。てか何その彼女みたいなリアクション。お詫びと言っちゃなんだが、仕入れたてほやほやの面白いエピソード教えてやろうか。え、何何？食いつきいいな。その名もラブホ店員が目撃したインパクト絶大のエピソードだ。それはタイトルから面白そうだ。だろ、さすがの俺ですら本当かよって突っ込んじゃったからね。さすがの俺ですらって。ラブホで働いてる下野さんからいろいろ面白い話聞いてきたから教えてやるよ。なんかギリギリだね。上じゃなくて下だからな。下野さんの下のネタはマジ鉄板なんだよ。まずは年の差カップル。それくらいなら結構いるんじゃないと思うだろう。それが超年の差カップルなんだよ。20代の女の子とおじいちゃんとか、親子かと思うくらいのおばさんと若い男とか。一気に雲行き怪しくなったな。いくら恋愛に年の差は関係ないって言っても、さすがに限度があるだろう。もしも自分がスタッフだとして考えたらどう思う？下回り以上も年が離れてると違和感満載じゃん。うん、なんかお金の匂いがブンブンする。本当に恋愛を楽しんでる可能性も十分にあるじゃん。考えられない。大事なのはさ、それが恋愛なら俺らの未来もちょっと希望が持てるんじゃないか。確かに。それから年齢で言うと高齢者同士の浮気な。ラブホに来るってことはやることは一つ。いくつになってもやるんだな。でも部屋の中見てないのになんで浮気ってわかるんだよ。それが先輩が言うにはさ、5時までに家に帰らなきゃとか、家内から電話が来たとか、会話が丸聞こえなんだって。バレちゃまずいのにそんな大声で電話しないんじゃ。超高齢者って言ったろ。耳が遠い人も多くてな、自分で気づかずに大きな声で喋る人が多いんだとさ。秘密を大声で喋るとか、ほんとコントみたいだな。もっとすごいのはドアを開けての公開エッチな。いや、もう見えちゃってるし、見てるじゃん。そうなんだよ。先輩も見て見ぬふりをしたって言ってたけど。それはどういう目的でドアを開けてんの？人に見られたい願望というか、プレイの一つなんじゃない？大っぴらに見せる気はないけど、見られるかも。のスリルを楽しむ感じで。俺には一生理解しがたい性癖だな。そうだな、これはさすがの俺でも理解できない。出た、さすがの俺。でもそんなことが日常茶飯事で、その先輩よく仕事続いてるな。ラブホの下野さんな。それがちょうど今日トラブって辞めてきたんだって。元ラブホの下野さんが？そう、それでいろいろ面白話聞いてたのよ。おいおい、一体何があったんだよ。それに答えるには、時に春でラブホとはどんな場所だ？それはエッチする場所だろ。そうだけど、さっき言ったみたいな浮気や不倫現場の密会現場なんだ。急なサスペンス要素。まさにそうなのよ。密会の場だからこそバレやすい。旦那の浮気現場を抑えた奥さんが暴れて修羅場の嵐だったんだって。きっつー、昼ドラ見てるみたいだな。いつもなら黙ってるけど、今日ばっかりは興奮した奥さんに、あんたはどっちの味方なのよなんて先輩絡まれちゃって。俺だったらおしっこちびるわ。だろ、さすがに身の危険を感じて逃げるようにやめてきたんだと。それは壮絶だな。ロビーや廊下に怒号が飛び交うなんてドラマの世界の話だと思ってたわ。お疲れ様だな、そりゃやめるわ。てなわけでラブホのハルト君。え？代わりのバイト探してるみたいだからさ。ハルトどうよ、ラブホのバイト。やらないよ。